や、かぶっちゃうじゃん。かぶらないわよ。一応ゲットだよ。後ろいや、もうこれ後ろマリちゃんのまんまに置くとか。俺のまんまね。あ、いいよ別に。あ、俺まピンマイクしてる。ピンマイクピンマイクじゃない、ピンマイク。あれ、これどうなってる。ピンマイク、あ、それいいよ、気にしないで。あ、そう、まあ、しかない。僕持ってないですよ。音は拾う。音拾う、じゃあ大丈夫です。はい、どうぞ。はい、じゃあ行きましょう。メリークリスマス。はい、どうもはい、アルミジー。運動さん、乱入ですね。はい、丸散歩の時間になりました。皆さん、クリスマスですけれどもお元気でしょうか。元気です。そうでもないですね。はい、はい、本日は、RNTV カリスマの新一大野さんと綾野雄二翔さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくどうぞ。よろしくお願いします。あのクリスマスのね、聖なる夜にね、おっさん3人揃ってっていうのもちょっと少々ね、地味かなと思ったんですけど、意外と全然派手ですよね、お二人ともね。本当に。そうでもないです。いや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 、まあ、結構地味な方で来たわ。クドスもね。うん、もう全然地味な。普段はもっと何派手ないよ。普段はもう僕あれです、ナメクジみたいな。ナメクジが派手ってイメージが全然ないんだけど、ね。ナメクジみたいな生活してる。まあ、ちょっとクズっぽいけどね、ナメクジね。はい。そういうわけでですね、まあ今回お二人に出ていただきましたけど、まあ僕の方はですね、あのこのカリスマすでにもう一回出ております。みんなカシャカシャしてない。俺の時普段あんなカシャカシャしねえんだけどな。カリスマ違うよな。カリスマはね、まあ、今日ちょっとねお休みいただいてるあのデブ屋さんの関係でね、一緒に、店舗でなんだあれん、何食った、フランクフルト食った。フランクフルトなんかそのね、食べたよね。食べたのがきっかけで知り合ったよね。ああ、あれですね、1年ぐらい前の。はいはい、そうそうそう、きっかけはそこですよね。うん、で、その後、この間、11月、何でしたっけ、20?、うん、11月の20日か。フジロック?10日 ?10 日 ?10 日ひっちょこります。10日っすよ。あれ、20日じゃねえか。10日だっけか、うん。あ、10日か。10日のフジロックで、はい、で、ライブがあって、うん、で、僕はそこでお二人と初めて知り合ったってことですよね。あ、お二人が、ゆうさんとゆうさんと初めて知り合った。って形ですね。だからもう本当にユウさんとはこれで、まあ、前回ちょっとあったから3回目ぐらい。そうですね、127回ぐらいです。127回、ずいぶんサバが読んだな。そうです。だからお二人がこう見えても、ね、結構人柄すごい良くて、そう、みんなね、パッと見てください。写真、一緒に撮った写真こんな感じでですね、一応こんな感じになってまして、あ、ええ、かわいいですね。結構ね、皆さんね、こう人柄がよく出ているね、いい写真一枚に仕上がっておりますけれども、はい、これ合成じゃないですか。まあ、こんな感じで、僕ほら帽子も、これ僕なんですけどね、帽子一緒ですから、こんな感じで一緒に仲良くやらせていただきますね。合成ですね。お尻小さくない。ちょっとね、若干僕お尻小さいんです。うん、ちょっと小さいんです。はい、セクシーヒップのセクシーヒップです、ね。はい。そんな感じで、ね、一緒にやらさせていただいて、縁あって今回出ていただいたと。はい、で、僕、実際ですね、ゆうさんがね、すごいそんなにね、めちゃめちゃ有名人っていうのは正直僕知らなくて。いや、そんな有名じゃないですよ。いやいやいや、ね、なめくじみたいな。なめくじみたいな。生活してる。なめくじ押しますね。そう。そう。だから、僕はそれで話をして、で、ステージを見させてもらって、で、その時、あ、こんな感じなんだって僕初めて知った感じだったんで、ね、むしろね、このこんな芋兄ちゃんもね、言ったらこんな感じですけど、実際ね、あのステージ入ったらすごい S 系が出るんですよね。普段結構謙虚なんですけどね。そうでしたっけ。あれ、いや、僕そんなでもないですけどね。そんなでもないですけど、うん、でもなんかそういう風に言われることありますよね。あー、うん、ちょっとなんか優等生っぽい回答だな。いつもと違う感じだな、おい。もう S っぽさ、 S っぽさが出るね。もう S っぽさ出てた。もう本当に知ってる人いますか。知ってる人大概知ってるだろ、みんな見てただろ。そのステージ柱とか食ってますからね。柱ステージの、ええ、柱とか食っちゃいます。なんでナメクジとか、ナメクジとかシロアリとか、なんでそういう感じで来るんですかね。もう今駆除してきた後だもん、ね、あ、駆除してきた後ね。あ、お仕事と関係で、はいはいはい、あ、全然違うんですけどね。違うね。全然違う。頭が引っかかっちゃって。そうですよね。頭引っかかっちゃう。床下から出てこれなくて。床下収納から出てこれなくて。はいはいはい。大変だった。そうですよね。大丈夫でした。大丈夫でした。おじゃる丸さんも大丈夫でした。おじゃる丸、誰がおじゃる丸だ。全然、全然関係ないでしょ。おじゃる丸って何ってこと。おじゃる丸さん。おじゃる丸だね。あれ違いましたっけ。あのね、あのね、ひどい間違い方が、みんな何もわからないままおじゃる丸ってやるのも全然わかんないでしょ。え、何一応おじゃる丸っていう名前でことで僕紹介受けてる、ええ、うん、なんでもう、うん、呼び方が
めちゃくちゃ楽しい。あ、そういうこと、ええ、お前ポンコツかおい。なんだおじゃる丸で紹介の仕方。おじゃる丸なの。歌丸さん。歌丸さんじゃねえよお前。何その。豊丸。豊丸じゃねえよ。豊丸知ってる人少ないだろこの子。まあここの世代みんな知ってるけど豊丸おだんも。ビンゴですね。ビンゴです。山城ビンゴ。山城ビンゴの感じで。押すなぁ山城ビンゴ。押すなぁ山城ビンゴ。ビンゴゲーム。ビンゴゲームですね。もうやりますか。昭和のやりますか。そうやりましょう。やりましょうって知ってるやり方。俺知らねえぞこのゲーム。知らないですけど。知らねえのかよ。教えてもらって。また LINE で。LINE でね。LINE で練習してからやろうか。LINE で練習してる。でね、皆さんこうやってお二人ともこんな髪型ですけども、まあ大体ね皆さんもう特にユージさん見ればどんな方かっていうのは大体ご想像つきますよね。ね。学校の先生じゃない。学校の。振り通りだよな本当に。的確にボケるね。そう。うん。うん。そうですよね。そう。そう騎士団が大好き。そうですね。ええ、騎士団大好き。大好きで。うん、もう本当にね実際ご本人と近くまでね行って。そうですね。ねええ、近くまで行って後伝いします。後伝いするの、ええ。やっぱりちょっと素晴らしいんで。ああ、ええ。でもねお知り合いの方とご本人のお知り合いの方とね直接飲んだりとかってこともあったりとか。ええ、もうだからその界隈ではもう。かなり有名な。いやそんなことないですよ、ね、うん、そんなことないですよ。全国的にですよね。全国ネット土域でネット。土域で南の陽子かおい知らないよみんな。南の陽子全然知らないよ、はい、うん、知らない。なかなか ね昭和感満載。平成も終わろうとしてる。そうですね今回平成終わるのに昭和感満載でいきますから。平成やね、うん、平成最後のヤンキーが来ちゃったみたいな、うん、そうヤンキーね、まあ今でもねヤンキーちょっとこうテレビ的にもちょっと盛り上がってきてる時でしょ。あ、そうですね。ちょうどね、強烈とかもね、ですよね、あったんで。だからちょうど時代に乗った感じですよね。時代に乗ってる。ちょうどね、昭和色がセピア色なんだけど乗ってる感じね。今ね、こうグッとね、いい感じで乗ってる。なんか今日、格好違わないですか。違う違う、これもね、見てくださいよ。僕ね、これ着てるんですけど、見せられないんですけど、下がね、丈が短すぎるんですよ。全然ツンツルテンなの、足がね、こう長くて。ちょっともうちょっといいやつ用意してくれるかな。ちょっとそれで自前じゃないですか。俺自前で用意しようと思って片っ端から当たったけど誰も持ってなかったんだから言ってくれれば。みんなで、ね、みんなの、ね、お二人の友達持ちすぎ。こんな持ってる人ねそんないないよ。僕連続ガストとか行っちゃいますよ。ええ、それでガスト行っちゃいます、ええ、マジか。フェアの時に行きます。フェアのやつちょうだいって。おかしいでしょそれで、ね、フェア限定で行くって。まあまあ普通にでもおかしいけどさ。フェアのやつ、フェアのちょうだい。そうでね、お二人行きたいんですよ、はい、これリーゼントね、こんだけ当然ありますから長さ的にもかなりあるじゃないですか、ね、これ手入れどうなんですか。もう毎晩ティモテですね。毎晩ティモテ。ええ、もうティモテ。ティモテ懐かしいな、おい、こういうやつか。ティモテやってから、馬の油の熱海の方のホテルに行くとあるやつで。馬のやつで。馬のやつで、ええ。あれでやってないと、もうキューティクル、ものすごいないんで。そうよね。まあ、あんま分かんないと思うんですけど。ね。ええ、だからそういった意味では、二人とも長さがね、かなりあるから。だから結構ね、手入れ大変だなと思って見てるんですけど。そうですね。そう。でリーゼントもね、もうそもそもリーゼントってね、この髪型、例えばお二人も髪型違うんですか。どっちがリーゼントとかあるんですか。リーゼントはこちらです。こっち側は何。これは、まあその、爆竹ってやるじゃないですか。おうおうおう、昔よく、はいはい、聞いてたと思うんですけど。はい、聞いてましたね。うん、あの爆竹好きで、昔。はいはいはい。で、そこからこうコピーバンドやって、で、それから今に至るわけですけど、おうおう、まあそういう爆竹の名残がちょっとあるんですよ。爆竹の名残。まあフェイスブックでね、見ましたよ。あなた昔のね、なんか上がってましたね。イケメンの、うん、イケメンのやつね、ええ。イケメンかどうかわからないですけど、コメントは266件とかえらいことになってましたもんね。フェイスブック、大荒れに荒れてましたね。あなたですよね、あれ。違う、俺じゃね。俺何にも荒れてない。俺荒らしてないからね、あれ。あなた燃やしました。違う、特殊な人たちがいるの。燃やす人たちが焼津には。いるんでしたっけ。いるんです。焼津には危険な人物がいるんです。火の扱いに注意してください本当に。ああいうのちょっと投下するとすぐ燃えますから。本当ですよね。びっくりしましたよ。うん、びっくりしましたよ。自分どうかの欲しがってるんだ、だって。いや。インド人もびっくりですね。まさに。びっくりです、インド人も。インド人もびっくりです。みんな唖然としてるけどね。ね、そう。本当ですよね。そう。ちゃんとそれ 見ないと分かんないかもしれないですけどね。そうですね。また見ていただければね。うん、見ていただければ。そう、リーゼントのくくりっていうのはやっぱりこういう、うん、こういう感じ？そうですね。リーゼントっていうのはまたこれ、うん、またあれなんですよ。勘違いしてる人もいるんですけど、ここ
がリーゼントじゃないんで、この後ろがこうなってるのが、こうなってるのがリーゼントって、あのどっかの国にあのリーゼント街っていうのがあって、リーゼント街っていうのがあって、こう右と左の建物が一緒なんですよね。そういう通りがあって、そっからのリーゼントなんですよね。でここが、ここが、これがリーゼント、これがって思ってる人いるんですけど、ここがリーゼントなんで、ええ、ここがリーゼントっていうんで、はい、間違えてたらすいません。ね、こんなに今ドヤ顔で言ったのに、いい話してね、リーゼント通り、そうそうそう、リーゼント外、リーゼント通り、リーゼント通り、ええ、逆に言うと、こう例えばね、上ハゲててもこれを流してたらリーゼント？あ、もうもうバーコードリーゼントですね。もうバーリーバーリーバーリーですね。バーコードリーゼント。バーコードリーゼントバーコードってこうだよね。バーリーバーリーエンジェル。バーリーエンジェルなんだ。天使なのね。ちょっとイメージした天使。バーリーエンジェルですねそれ。あのちなみに斉藤さんとかどうなんですか。斉藤さんはバーリーエンジェル。バーリーエンジェル。バーリーエンジェル。あ、所属としてはバーリーエンジェルなんですね。そうなんですね。この後ろがリーゼントっていうんですよね。うん、そうなんでね。だから僕らとかは多分こういうのがリーゼントみたいなイメージ持ってる。ああ、こういうね。はい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 。だってすごいふわっとしてるんですよね、前髪のところもね。そうなんですよね。すごい。うん。ね。カールみたいな感じですもんね、ちょっと。そうっす。持てる、簡単に持てる。カールもう販売禁止ですよ。販売禁止、そう。カール終わっちゃいましたけどね。ええ、うん。そのカールじゃないですよね。うん、そのカール、まあ。そのカールみたいな感じかなと思ったんだけど。あ、ね、あ、大山の大将が、みたいな。そうですよ。そんな感じでしたっけ？違いますね。今違いますね。今ちょっとひねってみたんですよ。そうですね。この時間帯面白いかなと思って。あ、そうですね。確かに。確かに。そのカールじゃないですよね。そう。でもでそういったリーゼントをね、こよなく愛してるわけじゃないですか、うん、はい、で実際に全国の、ね、ファンの方とも交流してて、で、今回あの大野くんのフジロックの時も出てもらって、はい、一緒にね、大野くんも爆竹やってるんだけど岸さんもやってるんだよね。やってますね。そうなんだよね、うん、岸さん好きですよ。あ、そう、それは何、うん、もうその時は髪型もこのままだよね。あ、岸団で結構メインでやる時は、うん、まあ、リーゼントにするんですけど、まあ、あと結婚式の余興とか、うん、あの時はリーゼントなんですけど。余興でこれで出るのか。出ます出ます。なるほどなるほど、あの常に本気ですから。おお、常に 100%。 はい、なるほどね、あきら 100% みたいな。常に 100% みたいな。余興で飲むってことですか。いやいや、そのことはしないですけど。一切しないですけど。一切しないの。あ、そんなに。え、五郎丸さんはそういうことやった。五郎丸じゃねえよ。下りがややこしいわ、下りが。なんか何、ね、この何この、全然このポーズ、こんなやつルーティーみたいな。ルーティーね。難しいわ本当に。そうだね。じゃあ、うん、もう実際に、まあ、今度こうやってね、うん、2人ライブやってますけど、うん、まあ言ったらね、まあ、2人がこうやってね出ていただけるのは言ったらですよ、まあ、まあ、あまりねはっきり言ったら、うん、告知です、次の、うん、ね、ああいいね、ああ言っちゃいますか。言っちゃいます。これシリーズで、シリーズでもう行きましょう。シリーズ で、うん、で告知で、うん、今度ね4月にイベントと告知、そうですね、ありますね、はい、じゃあそちらの方でご案内していただきましょうかね。手書き感満載だなおい。手書き、あ、そうですね、綺麗、達筆で、また、ね、達筆で4月の21日日曜日ですね、日曜日に、はい、第2回ジロ町ロックフェスっていうのが開催される、はい、おー、1回目はあったんですね、そうですね、1回目ありましたね、うん、第1回目は、まあ、2年ぐらい前に、はい、行ったんですけど、で要はそのジロ町ロックフェスをやるにあたって、いろんなこう、まあ、あの次郎町の成果を、生かす会っていう団体があるんですよ、あるんですね、うん、あるんですけど、うん、そちらの方に、寄付をしたんですよね。そのなりで、してそのなりで寄付するんですか。あ、僕そうですね、結構そういうこと好きで。あ、なるほどね、やるんですけど、寄付マニアです。寄付マニアですよね。寄付マニアだけど寄付マニアってこと。うまいですね、うん、うまいですねって言われて、うん、全然一切笑ってなかったメモとこ。いやいや、いらないでしょ、いらないでしょ、そんなの、うん、そうそう、で、そうそう、寄付してたね、そうそうそう、はい、でね、前回第1回が、支援金として集めた額が、108,338円。おお、うん、でまあそれは、まあ、あのチケットとか、うん、あとまあ、オリジナルの T シャツ作ったりだとか、あと物販、そういうので、オリジナル T シャツってのは僕が作ったんですけど。あ、デザインするの。そうっす。あら、まあ多彩でございますこと。そうでもないですけどね。あの、いやいや、まあね、うん、でもそれも、買いましたよね。買った気持ちは、気持ち
気持ちは変わってる。ああ、うん、だからこの僕に残念ながら入ってないけど、多分気持ちは入ってると思う。うん、あ、本当ですか。じゃあ次も頼みます。お願いします。うん、次も気持ちだけ。気持ち 100% で。気持ち 100% で。ええ、いや、それがですね、でもね、はい、第2回目があるわけですけど、はい、第1回、第2回目で、ちょっと違うのが、出てくれる方、はい、そのバンドがすごい、めちゃくちゃ豪華なんですよ。豪華になった。おー、まあ、豪華でも、もともと第1回目もすごいバンドばっかなんですけど、なんかさらに、なんかあれ、お友達ですか。お友達バンバン、バンバン焼津の若者たちが、うん、まあね、ケーキ盛んな子たちがクリスマスですからね。クリスマスですから、元気ですね。サンタクロースの格好をして、サンタクロースの格好をしてね、そうですよね、そうですよ。でね、まあね、そう、それがね、うん、ね、今度は第2回目も、うん、まあ今ちょっとこうある程度出てきたんですけど、はいはいはい、ね、スペシャルエディットさんとかね、うん、スペシャルエディットさんが筆頭に、うん、バミリさんとかね、うん、ね、あとね、ビーブレイブさんとか、ほう、うん、もうその辺とかすごいですよ。へえ、清水、静岡あたり、もうすごい有名な方々ですね。有名な方々なんですけど、まあ、あと僕らみたいな、ちょっとしたこうね、うん、小さいライブハウスでやってる、うん、バンドも、まあ、いくつかあったりとか。なるほどなるほど、で僕の一押しはナイナーズっていうバンドがあるんですけど、69、少ない、危ない、うん、危ない危ない、危ない、危ない。ナイナーズさんはね、こういう形で、ね、分かる、その形は分かる、分かるよ、形は分かる、みんなまで説明するけど大丈夫、大丈夫だよ、こういう形で説明したくても分かる、大丈夫だよ、はい、書きましょうか。書かなくていいから違った感じ書かなくていいから、うん、説明して、説明ナイナーズさんもね、なかなかね、僕好きで、はい、まあそこでも出させてもらったりとかするんですけど。ああ、なるほどなるほど。そう、ボーカルのユッキとね、すごい仲良くて。あ、ユッキ、ユッキ、ユッキね、ユッキだね、ユッキね、ユッキね、また面白いですよ。はい、ユッキ、ユッキです。まあ、ぜひ見てもらいたいですよね。ね、ぜひね、何人か多分次回行くと思いますからね。うん、そうですよね。んだよね。そうそうそう。あ、ありがとうございました。この間。あ、ここに、はい、ありがとうございます。ほらほらほら。ね。サイビーも。サイビーも。あ、ありがとうございます。チャマさんもね。チャマさんも。ね、ありがとうございます。そうです。T シャツ買ったって言ってます。ありがとうございます。すごいよね。で、実はなんですけど、うん、ただ今日、ジロチョロックフェスト、うん、まあ、清水港会チャリティーライブ祭りを、開催している代表の方、うんうん、坪井さんっていう方がいるんですけど、うんうん、その方とちょっとこう電話で、電話できる、代表といいですかね。あ、いいですいいです。もう何、すごいテレフォンショッキングみたいになってるね。生で、生で大丈夫ですか。生で行く感じで大丈夫かな、はい、声聞こえるの。だ、聞こえると思うんですけど、どうですかね、聞こえますかね。生電話ちょっとだけ、これマイクを、マイクをね、ここに、あ、そうですね。もしもし。あ、もしもし。あ、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。はい、今、焼津テレビで、ジロチョロックフェスの今、お話をちょっとしてるんですけど。ありがとうございます。はい、あ、坪井さんですか。あ、はい。あ、すいません。番組の一応パーソナリティしてます、丸山と言います。お世話になります。あ、お世話になります。今、ちょっとね。急に港に来ていただいたんですよね。10月に来ていただきました。ありがとうございます。ああ、はいはいはい、はい、気持ちはもう 100% いきます。はい、気持ちは常に 100% いきます。気持ち 100%、はい、気持ち 100% で、実際ですね、お二人からまあお話を伺って、はい、今度2回目が4月21日であるということなんですけど、はい、実際、はい、まあ、見どころなんかも、ね、含めてね、簡単にお話ししていただければという思うんですけど、どうですかね。そうですね、うん、清水、静岡の、うん、まあ、本当にベテランの有名どこのバンドさんがたくさん出ます。そして、まあ、うん、言ってもらった藤枝のバンドも2バンド出てくれまして、うん、年々ですね、まあ、清水港会の、そうですね、弟分的なイベントになるんですけど、もともとはどちらかというと清水港会をもっと盛り上げていこうというために、うん、もう一つ半年前ぐらいにちょっと、ステップじゃないですけど、ちょっとそのようなロックイベントをやろうかなっていうところから始まった、うん、ジロチョロックフェスで、うん、そうですね、そこから、うん、はい、港会につながっていくような感じで、なるほど、ね、作りましたかね。はい、ちなみに、まあ、1回目が終わって今度は2回目ということなんですけども、はい、当然ね、場所もね、サウンドシャワークって結構これ大きいところですよね。でかいですね。でかいですね。そうですね、うん、まあ、そうですね、300人ぐらい入るようなところで、300人入る、まあ、そんだけ入るかどうか分かりませんが、いや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 、いけるんじゃないですか。入れるつもりで、僕も気持ち、ね、行くようにしてますんで大丈夫です、うん、
今度はちょっとどうも、はい、今度しがた僕もちょっとお邪魔する予定でいますんで。あ、ぜひぜひぜひよろしくお願いします。はい、おじゃる丸、おじゃる丸でなんでつけたようにポロッと歌いま電話の向こうのつぼさん困ってる感じですよね。で大丈夫ですね。はい、でつぼさんあとね、実際ここまでね、行くのに会場、例えば駐車場とか、電車とかそういう行き方ってどんな感じになるんですかね。ですね、清水からですね、清水駅から、ドリームプラザの向かいに会場がありまして、ドリームプラザ行きの、バスがですね、シャトルバスが出てますんで、そちらを使ってくれるとですね、はい、ありがたいんですが、あとは、ドリームプラザの駐車場もありますので、はい、もうライブハウスの横に、そこに止めていただけるのもいいかなと思いますが、はい、はいはい、ありがとうございます。はい、はいはい、じゃあ坪田お忙しい、すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、またぜひですね、僕もお邪魔しますので、またよろしくお願いします。あ、今度僕も顔出します。はい、ます井口さんも顔出しますね。同じ清水なんで、ね。すいません、挨拶できないです。はい。はい、またお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、もう初めてテレフォンショッキングみたいな感じで。え、全然ね。これ新しくないですか？新しいよね。ね、顔も見たことないけどね。びっくりしちゃったよね。ちょっとね。新しいですよね。新しい。新しい。新しいですね。じゃあそういった形で、やっていくよってことですよね。でバンドも結構出るし、今これ販売チケット販売してるんですよね。もう、そうですね、チケットあるので、言っていただければ。どこで買うのチケット？僕に言っていただけるか、あともしくはこちらの方にね。出ない出ない出ない、こちらの方に出ない、出ない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 、なんか出てました今。今出てました。今出てた。出てました今。こちらのバナーが出てた。他のスポンサーのバナーが。これどれ？これ？あ、これこれ。これですか？あ、これね、僕すいません似顔絵ですけど書かさせていただきます。うまいね。上手だね。でもね、やっぱりもう一方。おお。こんな感じでもう一方書かさせていただいて。ええ。入ってるんでちょっと光っちゃうんですけど。どうですか？ええ。あ、すごい。ゆうじさんのはどっちかというとね、岸田のね、ポップな方のイメージなんで、ちょっとヒップでポップな、ヒップでポップなんですか、はい、ヒップでポップな、あ、すごくいいでしょう、はい、あ、すごい嬉しい、はい、ぜひね、一応ですね、最近僕似顔絵なんですけど、一切僕の似顔絵が出てこないっていういろんな声もありまして、ちょうどね、機会あって、まあ、本当はちょっとね、かっこよめに書かせていただきましたけど、僕3割増しぐらいに書いてって言ったのに、僕ちょっといや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 、3割じゃ効かないんですよ、これ増し方でね、おじゃる丸さん、おじゃる丸、ね、おじゃる丸もそんなおかしいだろ。あのね、僕ね、これ言いたかったんですよ、ずっと言えなかったんですよ、あの、はにまるさんが怖くて、はにまるさんじゃない、だから呼び方変わるとみんな分かんねえだろ、これが主導か名前か分かんねえだろ、そんなの。それなんですけど、ここが、こんな風にやってるじゃないですか、これ絵だと、僕一回もやったことないですよ。またまた、ライブでは。なんだろう、イメージかな。ライブで一回もやったことない、なんでこんなってんのかなと思って。結構やってますかね、俺みたいな、もう最前列つば、かけたりやってましたっけ、なんかつば吐いて吐きつけたりとかやって、それがまたかっこいいんですよね。かっこいいね、たまんないですね、あ、これすごいかわいいですね、これヒップでポップな、ヒップでポップな姉内翔さんですけどね、ありがとうございます、ありがとうございます。先着お前プレゼントか、早いだおい、今出てました、今出てました、また出てた、また出てた、また出てた、お願いします、ありがとうございます、ありがとうございます。いや嬉しいですね、ライオン丸さんはうまいライオン丸、あのね、言うけど呼び方いっぱいすぎてどれが俺なのかみんな分かんなくなるから、いやでも多分みんな分かってると思いますよ。分かんねえよ、そんなの。笑ってますもん。笑ってますね。ね、もうどっかん、もう画面、もう向こうでもうみんなひっくり返ってますね。どうしたの？こんなクリスマスの日にみたいな。バック転しちゃってみたいな。クリスマスに何してるかな、本当にね。ね、この聖なる日に。聖なる日にね。聖なる日にね。本当にびっくりしちゃう、本当に。本当ね、なんかもう飛んできたな、いろいろな。どんな感じなんですか、聖って。聖、うん。聖ってどんな感じ？どんな感じなんですか？こういう、こういう、なんだろうな、こういう数字のこう、あ、書きます？書かなくていい、そういうの。で、そんなことやったらもう時間押すんですよ、もう見てください。押しますね。押しますね。だって打ち合わせした時、ね、30分番組なのに2時間ぐらい打ち合わせしましたよね。もう終わんないんで、これ。そうですよね。でね、常に、もうちなみにもうね、次2回目ゲスト出ます。で、いいんですか？出ます。まあ、日はね、ちょっとまたお湯言いますけど、お二人また出ていただきますね。マルンって何噛んだ？音符って何だ？いや、
って。なんでそれ、おかしいだろ。これ最終回じゃないですか。じゃあ最終回じゃないよ。最終章。最終章じゃない。早い最終章。まだあるよ。大丈夫。大丈夫だよ。大丈夫だよ。まだある。落ち着こう。落ち着こう。平成最後だからっつって。うん、で、ここで最後って聞いた。落ち着こう。時間が押すから落ち着こう。ちょっと。落ち着こう、みんな。落ち着こうね。はい、打ち合わせいつもこんな感じですよね。そうそう、そんな感じ。うん、まあ、とりあえず、うん、今回告知はしたんで、ちゃんとね。まあ、できましたね。できましたね。まあ、実際、港とかにね、またチャリティーについてはね、2回目また詳しく。お伝えしたいなと思いますのでね、また、うん、この二人に出ていただいて賑やかにやっていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします、うん、あんまり面白いこと言えないですけどね。まあね、うん、まあね、まあまあまあね、青少年の悩みとあ、しますか、うん、そういうのなんかそっちの得意ですもんね。もう全然相談には乗りますんで、うん、もういい、その乗り方怖いからいいかな、うん、はい、じゃあ、もうそろそろお時間ですね、青木さんね。はい、じゃあ、本日は丸散歩、RTV のカリスマ新一大野さんと綾野裕二翔さんにお越しいただきました。また今度出ていただきますね。よろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。え、飾れ。え、飾れ。え、え、なんでこれ耐えるのさ。てか、薬師丸さん。薬師丸さんって今頃言うな、薬師丸さんも。終わっちゃった。あれ、目大丈夫でした？目つぶってます。初めからつぶってます。どうですか？大丈夫でしたかね？大丈夫でしたかね？ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様でした。あっという間の、あっという間の30分。